今回はこちらのサミンスタレルを見ていきましょう。いつものことながら、全く聞き覚えのない競走馬です。それではレースをご覧ください。前はザ・ミンストレル、ザ・ミンストレル、さらにリードを広げます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ザ・ミンストレル先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m、 後続は遥か後方、2番手はアテヤス、これは強い。ザ・ミンストレル、この馬で決まりか。ザ・ミンストレル今ゴールイン、段違いの強さです。2着はアテヤス、3着にビットオブアスヒーテ、勝ったのはザ・ミンストレル、見事な勝利です。ブラッシンググルーム先頭、1馬身から2馬身のリード、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ブラッシンググルーム先頭、外からザ・ミンストレル先頭、残り 200m、 先頭はザ・ミンストレル、2番手はアレッジド、ザ・ミンストレル、レバル、ザ・ミンストレル、ザ・ミンストレル、1着、2着はアレッジド、3着にサーラッド、勝ったのはザ・ミンストレル、見事な勝利です。ということで、77年の欧州の G1 レースをご覧いただきました。あのね、強いのは十分に分かったんだけど、金のお守りの競走馬なのに虹のお守りで、しかも有料ダウンロードコンテンツになってるアレッジドにイギリスダービーで勝っちゃうのは何かと問題がある気がしなくもないです。驚きましたよね。この後キングジョージでエクセラーが出てきちゃったので、さすがに欧州3冠とはいきませんでしたけど。それでこちらのサミンストレルですが、史実での競争成績が9戦7勝、76年9月にデビュー戦を迎え、翌年7月で引退という1年にも満たない競走馬人生でしたが、77年にはイギリス年の代表馬になってるそうです。早い引退やけど、怪我でもあったんやろかね。アメリカへの遠征も予定されてたようで、特に怪我をしたわけではなさそうですが、ヨーロッパで馬の感染症が流行していたこともあり、すでに900万ドルのシンジケートが組まれていたこともあって、種母馬入りを優先し、そのまま引退となったようですね。なるほどね。種母馬としても実に58頭ものステークスウィナーを出しているそうですが、同じくノーサンダーサーの子供のニジンスキーがすごすぎてあんまり話題にならなかったそうですね。まあ仕方ないよね。また日本でのサミンストレル3区の評価は、勝負根性や軽快さがないなどいろいろと酷評されていたようで、ダービースタリオンシリーズでのサミンストレルのインブリード効果は底力がダウンとなってるそうです。はやりゃ。でも58頭ものステークスウィナーを出しているわけですから、種母馬としても十分な活躍だとは思いますけどね。では今回はここまでです。それじゃあ、またねー。